皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、ダイソーで1000円分買ってきたので、そちらをね紹介していきたいと思います。ということで、あのですね、もう動画が上がってると思うんですよ。選んできた動画、ダイソーで1000円分選んでる動画が上がってるんで、そちらを見てから商品紹介をぜひ見てください。ということでね、早速紹介していきたいと思います。まず一つ目いいですか、うん、まず一つ目はですね、こちらです。これはね、ホワイトボードノート。これをですね、多分前の動画でも映ってると思うんですけど、これホワイトボードマーカーで書いて消せるノートなんです。ノートが、だからノート自体がホワイトボードになってるっていう、すごいいいよね。やってみる、使ってみる、実際、うん、すぐ書いてすぐ消せるっていうのはすごいいいと、うん、なるほどね。でこんな感じになってて、このこれはねノートとして使えるんですけど、もう一つ使い方があって、ここをねこう折るとカレンダーみたいな形になって置けるんですよ。こんな感じで机に置いたりできるんで、ここにねメモとか書いて机に置いといたりしてもいいかもしれないです。じゃあ書いてみますね。白コロがかわいい。はい、で、うん、これをメモしたとしました、うん、でそしたら、うん、このキャップについてる、うん、この消しゴムみたいなやつで消せると、うんうん、おーすごい、消えてる消えてる、結構綺麗に消えるね。ね、結構綺麗に消えます。なるほど。でこんな感じに消えると、え、すごくない？めっちゃ綺麗に消えるんだけど、全ページが描ける感じ。そう、表表紙、うん、ここの表紙は紙なんですけど、あ、そうかそうか、めくってから表紙以外は描けます。なるほど。はい、表紙以外は描けます。すごいよね、これすごい、本当にすごいと思います、うん、これ立てても使えるんでね、こうだからリビングの机とかに置いといて、今日のおやつは〇〇って書いといて置いとけばそうだからいいよね、いろんな人に使えるし、ノートとしても使えるし、いいよね。うん、ということで1点目はこのホワイトボードノートでした。はい、続いてはですね、またホワイトボード関係になるんですけど、はい、こちらのねホワイトボードマーカーです。これはマーカー単体なんですけど、私ホワイトボードを持ってて、それでねこのホワイトボードマーカーも持ってたんですけど壊れちゃって、うんうん、赤だけだから、赤だけ買うかこの3つセットで買うか迷ったんですけど、赤だけなかったよね。赤だけがなくて、うん、それで仕方なく買いました、まあ、これは予備として置いといたらいいなと、いいかなと思って予備として買いました。これはね、まあ、ホワイトボードにくっつけて使いたいと思います。はい、次いきます。こちらです。こちらね、人狼のね拡張版なんです。このね、で私人狼持ってなくてやってみたいって買ったんです。でも見たんですけど、これ拡張版の隣にこの基本版とセットで遊びますって書いてあるんです。基本版持ってないと思って遊べないって、ちょっとミスりました。ちょ、でも本当にこれさ、一応さ人狼と市民が入ってるの、うん、もしかしたらこれでもできるかもしれないけど、説明書通りでいくと多分基本セットがないと遊べないみたいな。頑張れば遊べるよ ね、 ちょっと出してみようか、どんな感じか出しますか。じゃあ今度基本版買わなきゃね。そうだね、うん、本当にミスったなと思ってめっちゃ後悔するんですけど頑張れば遊べるね。はい、開けてみました。お、入ってる入ってる入ってる。おお、すごいすごい。なるほど。あ、やばい、すごいね。でこんな感じで説明かな、うんうん、で、あとね後ろのカードがやばい、チョコ。おお、すごい、もう赤っていう、うん、やば、人狼って感じする。結構しっかりしてる。結構しっかりしてるね、うん、本当に漏れなそうな感じ。
いや楽しみだね人狼。じゃあまずは基本セットを買わないとね。そうだね、ちょっとミスっちゃったね。今度ね基本セット買いたいと思います。はい、ということで続いてはですねクリアホルダー、これ10枚入ってるね。10枚入りです。はい、10枚入りで色がねこの4色かな、4色かね、なんかじゃなんかが3枚とか入ってるのかな。この紫っぽい青、なんていうの、紫っぽいのとピンクっぽいのと黄色っぽいのと緑、青みたいな感じの色が入ってるというわけで早速開けていきたいと思います。でもファイルって学校じゃもう必需品なんですよ。確かにね、特に6年生となるとプリントが多いわけですね。これは色分けできるしいいなと思って。安いよね。そう、10枚で100円、1枚たったの10円だよ。安いと思って。まずこの紫っぽいやつ、青っぽくも見えんね、1枚ね、青っぽく見えるね。あれが3枚、3枚3枚入ってて、で次に赤っぽいピンクっぽいのが3枚、3枚入ってて、で次に緑青っぽいのが2枚で黄色っぽいのが2枚。なるほど、はい、計10枚ですね。ですね。やば、超かわいいんだけど。かわいくない？超かわいい。いい感じで、こちらを学校で使っていきたいと思います。はい、やばいね、超かわいいねこれね。やば、もう一目惚れなんだけど使いたいと思います。はい、これさ、これは〇〇のファイルで、これが〇〇のファイルで区別できるのいいよね、色でわかるっていいと。はい、次はですねこちらのお助け本棚です。まあ私はね漫画が好きってもみんなには知ってると思うんですけど、皆さんは。そうなんです、これはですねお助け本棚です。そのまま、私誕生日に奥行きがある本棚を買ったんですけど、その奥の本が見えなくなっちゃうのを防いでくれる、そんな本棚です。まあ、つまりねこんな感じです。なんかこう前と後ろで段をつけてくれて、後ろの方もちゃんと見えるようにしてくれるってやつです。これはねお試しで1個買ってみました。これが良かったらね今後増やしていきたいなと思います。でちょっと開けてみないとわからないんで、ちょっとね開けて組み立ててみようと思います。はい、OK、できた、完成、完成しました。はい、こんな感じでこれを本棚に入れて収納していくと。一回やってみますね。はい、ここに入れましたね。はいはい、たらここにこう置いて、はい、なるほど、ここに漫画をこう入れて、うん、ちょっと待って、入りました、入れて、はい、うん、で手前にも、手前にも置けるっていう、なので手前にも置けるっていう。なるほど、ちょっとバラバラなんだけど、まあ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 、今ちょっとねバラバラですみません。え、こんな感じです。こんな感じで2列、お、いいね、でも見た目はいいね。ね、見た目かわいい。でもねこれ高さをやっぱ取るんですよ、2段にするとね。そう、だからこれをいっぱい使うならちょっとこの板を全体的にもう一個上に上げたりとかしないと、ね、うんうん、この中段とかではちょっとね今入れてみたんだけど入らなかったからですね、このね今一番広く取ってる一番下だとこんな風に、はいはい、奥に何が入ってるかっていうのがすぐ分かる、はい、まあ、これはこれですごくいいんじゃないかなって思います。え、かわいいねこれ、これのいいね、いいね、これがなかったらね奥の本と重なっちゃうわけじゃん、うん、2列に置くと、うんうん、ね、いいねこれかわいい、うん、まあだから、はい、棚をもっとずらせば全体的にも使えることは使えるね、はい、だから今後もし使う、まだ全然本ないからい、ちょっとゆとりを持って棚を置いてこれを使うのもありかなって思いましたね。はい、はい、はい、ということで次はですねこちらです。これはねブレンっていう、あー、これね、ボールペンブレンっていうね、はいはい、ね、このねネーミングがねすごい面白くて手に取っちゃった商品です。じゃこれ書いてみよっか、ね、みんな気になるよね、ブレないボールペン、うん、ブレ名前がブレだから本当に本当にブレないのかって感じ。本当だよね、本当って感じだよね。音はいい感じ、うん、音関係ないでしょ。じゃあ早速書いてみます。はい、
じゃあ書いてみますね。はい。登れない。もっとゆっくり書いてみたら。どう？書き味はどうですか？いいですね。いいですか？ブレない？ブレないブレない。マジマジ？ブレないってどんな感じなの？ちょっと見ただけじゃわからない。マジ？やって書いてみる？うん、これはもう書いてみないとわからないです。マジ？マジ。わからない。何がブレない？わかるしっちゃん。わかんない。あ、でもなんかね、なんて言うんだろう、水性ボールペンまではいかないけど、うん、なんかスラスラ書ける感じ。なんか普通のボールペンでちょっとさ、ね、なんて言うんだろう、ガタガタってなるけど、これはなんかスーって書ける感じかな、あえて言うなら。でも水性ボールペンまではいかないぐらいの感じじゃない？ね、あ、でも書きやすい書きやすい。書きやすいよね。うん、いい感じ。いい感じで。これはいい感じでした。いいね。うん。次いきます。次はですね、これです。はい。これはアスパラガスビスケットです。はい、これはね、あのバタートースト味でごまが入ってないんですよ。私これが好きで、うん、これ私初めて食べたのが友達のお家なんですけど。うん、このごま入りが苦手だったんですね、当時。それでごまがないと思って食べたら超美味しかったんです。それはずっと覚えてて。なるほど。うん、バタートースト味を見ると買ってしまうっていう。もはい。これは、ね、これ本当に美味しいですよ。また後で食べましょう。はい、はい、またまたお菓子です。あ、お菓子ね。板チョコ、ね、定番板チョコですよ。大好きだもんね、チョコね。大好きです。これはお菓子作りにも持ってこいだし、うん、普通に食べてもパキって音が本当にいいです。なんかしほちゃんは板チョコ好きだよね。そう、なぜか板チョコが好き。板チョコが好きってイメージ。はい、はい、で、うん、最後です。最後はですね、2個同時に出します。はい、最後はですね、こちらです。白コロのブラシを買いました。ということで、こっちがね、飲み取り串で、こっちがね、ツヤ出しブラシです。はい、どうかな、シロン。あ、シロンじゃない、コロン。ね、これどうだろうね。コロンがね、大好きだからね。コロンブラッシング好きで、ちょっとコロンちゃん呼んでこようかな。お願いします。開けとくね、じゃあ。うん、カニャン、カニャン来た、カニャン来たの。カニャンです。カニャンです。はい、コロン来ました。ブラッシング、じゃあコロンちゃんブラッシングしよっか。うん、コロンブラシ好きだもんな。かわいいなんでこんなに可愛いと思うの？と、可愛いな。ね。どう？うん、やりやすいよ。やりやすい。ちょっとここやばい。やなんだ。やなんだ。やなんだ。やっぱここはやなんだ。顔周りはちょっとやなんだ。やなんだ。うん、可愛い。やなのな。もう一個のブラシもやってみる？うん。じゃあツヤ出しブラシだから全体になんかこうかけやるやつかね。カランちゃん。カランちゃん。あ、好きなのこれ。何これって感じだね。興味津々。初めて使うからちょっと何って感じだね。ちょっと警戒してるシーンもあるけど。かわいい、カランちゃん。かわいいですね。どう？ツヤ出る感じある？なるなんか。でもなんか全体的に毛並みがすごくない？うん、いい感じかも。いい感じになったかも。うん、いい感じかもしれない。いい感じ？うん。ツヤ出てる感じ。ツヤ出てる。
あら、なんかすごくない？すごい、このブラシ。いい感じ？いい感じ。めっちゃいい感じ。カランちゃん、綺麗になったの。綺麗になったの。以上かな？以上ですね。はい、ということで今回はね、以上10点のダイソーで買った購入品紹介をしてみました。ということで、それではバイバーイ。バイバイ。カンちゃん。